5月28日、川崎市宮前区のまちづくりの現場を訪れ、地域の取り組みを歩きながら学ぶイベントが、平四丁目公園を出発地として行われました。交通や福祉などの施設を訪れ、まちづくりが行われる現場のさまざまな側面を見ることができる人気のイベントです。この日は19人が参加し、お寺や市営住宅などを見学しながら4キロの道のりを歩きました。川崎市消防訓練センターに着いた一行はスタッフからセンターの説明を受けます。大規模な火災の際にはここに多くの消防車が集まるといった話や、火災現場を想定しトレーニングが行われる建物の説明がありました。また東名高速道路で事故が起きた際に出動するという特殊な消防車を見ることもできました。一行が最後に訪れたのはリニア中央新幹線の工事現場。ここでは地下に線路を建設していることが説明されました。疲れましたけども楽しかったです。いろんな話も聞けてとても楽しかったです。ご説明もすごく丁寧でした。宮前区のこういういろんな施設を見学できて、すごく有意義だったと思います。まちづくりウォーキング、次回は秋頃に北部市場周辺を回る予定です。